よし、さあ、まさかの早朝さだよね。どうしていた？うん、さあ、超寝ちゃったな。マーキャンキンなんか前もここ来た時寝たような気がするんだよな。寝れる？マーキャンキン、きっとこの辺の人なんじゃん、うん、近い人だ。美人だったら結局どうでもいいですみたいなことじゃないですか。まあ、日本人ってアホもあるらしいだなと思うけど、そっちやねえだけど。まあだから踊らされやすいから騙されやすい民族だってよくわかるじゃん。そうやってすぐに、ああやってまあ報道されるからさ、意見っていうか、なんか意見みたい、自分の感想を言うだけならいいけどさ、別に周りからそのいう風にみんなこれ A じゃないって言ったのを A だねっていうのを求めたがる人多いから、そこが問題なんじゃない、うん、なんか宗教にもハマりやすいんだよ、うん、本当は最近やけど他人が整形したところででってなるの。整形ってさ、マイナスのイメージしか持ってないのか知らないけど、整形ってプラスのイメージしかないから、なんかやたら整形した後の年取った時は大変とか言う人いるけどさ、そんなみんなリスク承知の上で整形してんだよって思うんだよね。無知でやってるわけじゃないでしょみんな。さ、みんな自分たちが整形できるほど金がないからってひがむなよと思うし、整形ってお前だって韓国が美容整形って言ってる
化粧と同じぐらいになったんですよ、感覚が。比例なくたんだったら、そう、それで本人がさ、生きる気力をやね、養ってる、プラスになってるわけじゃん。プラスでしかないことを、なんで他人がマイナスで言うんだろうね。好きだからでしょ、アラサーシー。アラサーシーは好きなんだよ、今日本人。まあだから、そういう有名人が整形したとか、ちょっと顔が変わったらすぐ整形したっていうから、アホ丸出しだよ。それで結果出せてるんだって。いや、世の中にはさ、メイクってものは存在するけど、メイクのやり方によっちゃ整形したみたいに顔変わるからね、って言いたくなる。すぐそれで整形したっつって。なんで俺のスイカーに黄色かったの？全然トイレ行ってないから。なんかすげえ糖分取ったかなと思っちゃった。え、違うよ、あれトイレ行かなすぎて溜まってるとならない。だから、うん、いやちょっとやべえな、あれ、俺こんな糖分摂取してるコーラ飲んでねえじゃん。ちょっと飲んだけど飲まなすぎだから。飲まなすぎ、トイレ行かなすぎて溜めてるからだよ。だって昨日最後に取りたのあんただって、だいぶ前じゃん。あそこだけどね、定めに入れなくて。山だけどね、殺さん。こちらだけは白い方、透明な方が問題あるんじゃね。透明はないでしょ、絶対あるよ。まあいいや、あー、寒いにしても。線が見えねえんだもん。殺すどころか殺しちゃうよってなっちゃうよ。そっち行っちゃうけどつって。だって見えないんだもん。わざとじゃないけどね。うん、どこしてんのってなの。ちょっとやめてよって感じ。これ一回左行ってみようかな。一方通行になっちゃうのかなこれ。今左行くってこと？やっぱやめた。うん、一方通行になりそうだからやめた。行ってみたら？いや、やめとく。じゃあ緑行く。だからこう左行ってあそこ行こうかなと思ったんだけど。あの相模。ただここ行くと相模じゃなくてあっちの奥の方、花園の方に着いちゃうんじゃないかなと思ってきた。っていう一方通行なのかなと思ってるから。どうだろうね。うん。やめとく、あえてやめとく。いや、そっちの道の方が楽しいし。なんだっけ、そこ長尾みたいな感じだったらさ、嫌だけど、そんなにこの道も嫌いじゃないんだ。長尾のあそこの裏の峠はちょっと怖いもん。
ってしまうと思う。ギリギリ突き下がまる。その後はちょっとやばかった。結構あるからな、実際に。流星会館まで。なんだか疲れてたのかな、やっぱ。あんな直前で寝てたのに。あそこで価格ダメで寝てたのに。期待のしないとこをこうやって歩かされるのよ。まあほら、東京と神奈川と違って広いしな、もともと地形が。絶対車の方が、車じゃねえと無理と思った。その差もあるのかもしれないね。はい。九州でもよかったんだけどね。朝飯タダになるし、昼飯もタダにしちゃうけど。面白い。会社はちゃんとしなかったのかな。そう、そういう理由。